ジャンプといえばムツゴロウさん、アメリカはアトランタで天才的ジャンプ犬にお目にかかった。フリスビー犬のワールドチャンピオン、ウィザードである。ウィザード、早くもやる気満々である。どうですこの面構え。まずは元フィルスビーチャンピオンのご主人ピーターさんを相手に軽くデモンストレーション。なかなかやってくれるじゃないのウィザード。狙った獲物は逃がさない。ウィザードのプロの目はフリスビーから一瞬たりとも離れることはない。元の位置にきちんと戻す。こうした馬鹿な芸があっと驚く大技を生み出すのだ。今度はフリスビーを使ってキャットボール。はい。Good boy。芸は一段の高度になります。Good boy。Take。お次は津五郎さんがフリスビー犬にと思ったら口くわえたフリスビーをジャンプ取るんだって。できっかな。よいしょ。全くもう肉らしいほど言ってくれるじゃないの。目を見てくださいね。僕はボールを持っただけなんですね。すごいですね、この目は。これ見てください、正面から行きますか。そうですね、全然目つきが違いますね。そーっときますね。これですね、なんかしようとしてますね。もう働こうとしてます。ボールを見るウィザードの目と構え方、シープドッグそのものだ。ピーターさんはこうしたシープドッグ修正を組みに生かして世界一のフリスビー犬を作り上げたのだ。フリ。やったもんですね。すごいですね。さすがにワールドチャンピオンですね。全然疲れてないですね。On your mark. Get set. そしていよいよメインイベント、フリスビーの遠投だが、投げる真似をしたってプロは微動だにしないのだ。なんて、実はこの芸のうち、ゴーの掛け声しか動かないよう訓練されているってわけ。さあ、今度は本番だ。おっと、そうそう、落とし物はちゃんと拾ってくる。グッバイ。うん、これはちょっと間に合うかな。お見事、あったえらい。最後にとっておきのスーパーテクニック、ナイスキャッチ。